史学者モースの筆録にこう記されている。クリスタルの加護を受けし大地バリスゼア、大地に鎮座するマザークリスタルは人々を繁栄に導いてきた。しかしいつしか芽生えた人の自我は自らを惑わせていく。それゆえにクリスタルをめぐる探求の旅は今なお続いているのだ。もうすぐ夜明けだ。そろそろ両軍が動くぞ。俺たちの任務はドミナントの暗殺。標的を間違えるなよ。女だろ戦場で間違えるか。それより本当に現れるんだろうな。いずれにせよ俺たちに拒否権はない。これがある限り疑問を持つな。そろそろ出るぞ。わかるなよ、ワイバーン。お前はこの任務の肝だ。わかってる。こっちだ、ついてこい。
この戦場は荒れるぞ。くれぐれも気をつけろ。が出るまでダルメキア軍が持てばいいよな。なんだよ。門へ行け。急げ。早く。援軍を出せぬとはどういうことだ。話が違う。何のための同盟か。慎まぬか。陛下のウォールド王の御前だぞ。これが我らの結論です。何を焦っておいでか。戦況など一時的なもの。先の大陸戦争の折も帰国だけで見事に奴らを防いでみせた。違いますか。それに帰国のドミナントが控えておられるのです。我々の介入はかえって足手まといでは。患者の知らせでは奴らも召喚獣を手に入れたという。あの時とは状況が違いましょう。援軍は不要だ。何の勝算があって。今さら兵隊を借りたところで、悠長に到着を待つ気か。ここが落ちればあの蛮族どもを前に首都ランデラは丸裸なんだぞ。俺が出るしかあるまいよ。クプカルキョ。せいぜい鉄王国の奴らに見せつけてやるとしよう。格の違いってやつ。
フーガ。ベネディクト。気をつけてね。増票など召喚獣の前では散り役だ。俺の力を疑ってるのか？いいえ、全然。あなたを信じてるわ。愛してるもの。召喚獣芝だろうが、すぐに片付ける。いいか、戻ったら覚悟しておけよ。乱戦になったな。いい頃合いだ。俺たちも行くぞ。行くしかない。先に行け。待て、何か様子が。召喚獣を出してきた。鉄王国の島だ。本当に嫌がった。行くぞ。するな、ワイバン。急げ。
まずい。やった！ワイバーン、ワイバーン、しっかりしろ。任務はまだ終わってないんだぞ。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんは絶対に負けないよ。でしょクライブ、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番、ご声援に応えてみせられよ。では改めて打ち込みから立ち筋を見せてごらんなさい。見事。その太刀筋なら戦でも引けを取りません。しかし魔法の腕はどうですかな。フェニックスから授かった火の魔法、とくと見せていただきましょう。さあ、火の魔法を見せてごらんなさい。見事です。もはや魔法の訓練など必要ありませんな。世辞は必要ない。では次は私から参りますよ。攻めは確かだが、果たして守りはどうか。今度は気を失わぬようしっかりと私の剣をかわされよう。私の太刀をかわせますかな。無駄がなくていい動きだ。いいでしょう。クライブ様、くれぐれもお忘れなきよう。熟達した身のこなしはそれだけで大きな武器となります。そしてあなたには可能なはずだ。常人を超える身のこなしが。ナイトの称号を持つあなたはフェニックスの祝福を授かっている。その力で私に追いついてごらんなさい。さあ、追いつけますかな。
空腹の力。さすがですね。ですがいくら類まれな力を持っていても戦場を無傷で切り抜けるのは困難。わずかな傷が命取りに。その力を十分に発揮するためにも、特に自身の体力は常に把握しておきなさい。さてクライブ様、そろそろ体力が減ってきた頃ではありませんか？よろしい。戦は人たちが勝敗を分かつ。剣術、魔法、身のこなし、祝福の力、その人たちを確たるものにするため自身の力量を正確に破測するのです。常に万全の体制で臨むことを忘れてはなりません。さあ肩慣らしはここまで。最後は実戦です。バケツの水で冷えた体もそろそろ温まった頃でしょ。望むところだ。ようやく私もお相手ができる。ではナイトの称号にふさわしき力量を証明してみなさい。ああやってやるとも。さあクライブ様、かかってきなさい。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている。持ち場に戻れ。力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいどほら見ろ、今朝も咳込んでたな。
外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。太后妃、いけません。このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。助手は？また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。さあ助手は、殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あは。まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。表を上げよう。お帰りなさい、父上。ありがとう、助手は。大事はなかったか？ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガン、静かに。これやめろ、トルガン。そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情、痛み入ります。ご無事のお戻り、何よりでございました、父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。ここまで切迫しているんですか。後で謁見の間に話がある。はい、父。殿下。解散。ダメよ、どこ行くの。私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。戦になるの？おそらくな。話を聞いてみないと。
さあ、仕事にかかって。アナベラ様はお厳しいのでな。お任せください。その調子でキビキビ働いてる。にはフェニックスがいる。いつでも立てるよう支度は万全にな。出発したよ。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様、お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ、早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の家宝者でございましょう。二人とも顔を。おい、こら、そう強く当たるんじゃない。はは、クライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあほら、仕事に戻るぞ。夕げの支度をしてるわね。トルガル、腹でも減ったのか。先ほどの手合わせ拝見しておりました。将軍から一本取るとはお見事です。今年の小麦の収穫はどうかしら。行くと続き。こっちは静かね。ジョシュア、
あの子の身は何よりも案じられるべきよ。他のことなど捨ておけばいい。頑張って。お召しにより参上いたしました。何なりと。ここにアナベラはおらん。楽にしろ。それで北部に変わりは、見渡す限り黒一色だ。数度の月が沈む間に北部の多くが黒の一帯に飲まれた。あれは遅かれ早かれ直轄領に及ぶ。そんな。この首都ロザリスはすでに北部からの移民であふれている。南部のポートイゾルデに回すにしてもじきに限界を迎えるだろう。すべてが起こってからでは遅いのだ。早急に動かねば。鉄王国と戦を。もはや小競り合いでは済まないでしょう。私有を決する時です。こたびこそドレイク・ブレスを奪還する。かのマザークリスタルの加護なしに我が国を守ることはできぬ。マザークリスタルをめぐってまた戦が始まる。明日フェニックスゲートに出向く。しきたり通り戦ごとの典型を仰がねばならん。ジョシュアのナイトとして私も。その前にやってもらいたいことがある。ロドニー、ここ最近領内で北の蛮族が相次いで目撃されているのをご存知か。スティルウィンド湿地にゴブリン族がいるという噂なら。よろしい。それでは腕利きを二人預けます。明日クライブ様にはスティルウィンドへ向かい、その調査を行っていただきたい。完了次第フェニックスゲートで合流を。手柄を立ててアナベラを黙らせておけ。承知いたしました殿下。話は以上だ。今日のところは早めに休め。はい、失礼します。
のくらいかかるのです？長くはない、四五日といったところだ。ジョシュアも同行を？お前とてロズフィールドの血を引くものだろう。忘れたわけではあるまい。戦の前にはフェニックスゲートで天啓を仰ぐのが古くからの習わし。それができるのはドミナントたるジョシュアのみ。だから何です？あの子は体が弱く。そんなことは分かっている。だがフェニックスのドミナントである以上、太鼓を積む身だ。ジョシュアには何事も慣れさせておかねば。エルヴィン。心配するな、クライブがついている。あいつも一発の兵士になったとはいえまだ15なのだぞ。少しは気にかけてやれ。あの子は嫡男として生まれながらフェニックスを宿さなかった。取るに足らぬただの人が我が太后家に必要だとでも？わしもただの人だ。あなたは太后、このロザリア公国の国主です。またその話か。力を持たぬわしが太后の座にあるのは先代たる父上が創生したからだ。ジョシュアが成人するまでの仮初めの地位に過ぎ。それでもあなたは太后の座についた。我らロズフィールドの地に、恥じぬ地位に。類まれなる尊き血を冒涜しなかったわ。受け継いだ血が一体何になる？そんなもので国を民を守ることなどできるものか。明日は早い、もう休むぞ。明日は功を立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。そう。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ。それだけじゃない、父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた、もう寝ろよ。
さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。いってらっしゃい。ゲートに出発する。皆にクリスタルのカゴがあらんことを。我ら炎の民、不死鳥の盾とならん。殿下ご出立、開門。クライブ様、任務の間この子をお預かりしますね。頼む。俺たちも支度できました。クライブ様とご一緒できるとは光栄です。今回の名目は調査だが、現地で戦闘になることも十分に考えられる。ゴブリン族は凶悪だ。舐めていると痛い目を見るぞ。蹴散らしてやります。ウェイド卿、タイラー卿、どうかよろしく頼む。はい、任せてください。尽力します。では行こう。クリスタルの加護があらんこと。ゴブリン族か。奴らが出たのはこの辺りだ。ここを下ればもう湿地帯です。足元には気をつけて。ああ、慎重に行こう。
この辺りも随分荒れたもんだ。黒の一帯が迫ってるからな。こうもなるだろう。人が住める場所ではないか。ええ、この先の村も随分前に打ち捨てられたようですね。行くぞ。探ってみましょう。村の跡地か。どうかご用心を。
砲を使ってくる奴がいます。お気をつけて。数が多い。平、手分けするぞ。この先に村の広場があったはずだが、なんだか嫌な予感がするぜ。いや、誘い込まれたか。クライブ様。ああ、いるな。あいつが頭だ。まずは目の前の奴らを片付けるぞ。ウェド、気を抜くなよ。やってやるぜ。あとはあいつだけだ。なんだ、こんなやつまでいんのかよ。早く立て、ウェイド。来るぞ。
自分だけ逃げるつもりか、あの野郎。追うぞ、仲間の元に返すな。逃げ場はないぞ。止まれ。やっちまいましょう。
仕切りましょう。どうぞ。すまない、参りましたね。ゴブリン族だけでなくモルボルまで現れようとは。討伐隊の編成を進言しよう。このままでは遠からず民に被害が出る。そろそろ行きましょう。暗くなったら厄介ですよ。今ここを立てば日暮れ前にはフェニックスゲートに。何が起きてる？そして俺たちは囲まれた。まあ待て、ここからだよ。すげえのはクライブ様の剣さばき。シャキーン、ゴブリン族どもがバッタバッタと倒れてください。もっとエール、もっと話しよう。さあブレイコーだ、楽しめよ。教え子の活躍ほどうまい魚もないのでは、これからがますます楽しみなお方だ。ああ、次は共に飲み明かすさ。どうした？宴の空気に酔っただけです。今日は一段と騒がしいからな。みんな兄さんを認めてる。そうだ、クライバー名実ともに立派なナイトになった。
わしも鼻が高い。父上、この国ではドミナントが太后家にのみ生まれる。一体なぜなのでしょう。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。その加護を民に広めるのはお前だ。ジョシュア、召喚獣を狩るドミナントの務めだからこそ太后家の血が選ばれたのだろうよ。精一杯励むがよい。緑の大地に思い馳せ、我らを導く紅蓮の炎、さつらなれ炎の旅、不死鳥の翼のもと、悠久の風の大地に。お前たち声が小さいぞ。全く一人でついてきたなんて、本当に大物になるかもな。こんなところにいたの？お前こそどうした？席にいなかったから。宴の時だけはナイトも休めるだろう。それに俺は賑やかなのが苦手だ。僕だってそうだよ。モルボル大使の英雄、みんな兄さんを慕ってる。そうでもない。俺は太后家の無駄飯ぐらいなんだから、せめて剣でくらいは役に立たないと脳なしの嫡男だと笑われる。みんなが慕うのはお前さ。羨ましいよ。違う、僕じゃない。フェニックスの力を頼られているだけなんだ。再生を司る不死鳥フェニックス、この力は兄さんこそふさわしい。国の代表として立つべきなのは強い意志を持つ人だ、兄さんのように。それぞれに使命がある。遥か遠い昔からこのロザリアではドミナントが太后となって国を支えてきた。そして存亡の危機に立たされるたびに炎の中から現れたフェニックスが国を救ったという。ドミナントとして国を担っていく、それがお前の使命だ。僕の使命。俺は祝福を授かった。俺の使命はナイトとして次期太后たるお前を守ること。何があってもな。だから辛い時は俺を頼ればいい。ありがとう兄さん。やっぱり兄さんはすごいね。
まずは自分の体を大事にしろ。わかったか？そうだね。先に休むよ。おやすみトルガル。物資の搬入だ。お疲れさん、ずいぶん遅かったな。また行商の奴らがワインでも売りに来たのかと思ったぜ。あいつらしつこくてな。何を。支度が整いました。うん、手はず通りに。ジョシュア様、夜分遅く失礼いたします。ウェイドと申します。一体何事です？敵襲ですが、詳細は不明。すでに火の手が回っています。ジョシュア様は裏口から脱出を。わかりました、行きましょう。ジョシュア様、こちらへ。敵が入り込んでいるのですか？ええ、かなりの被害が出ているようです。
今のは。ここは僕が。火が回ってる。お下がりください、ジョシュア様。いいえ、大丈夫、やれます。なんぞ。ここ、どうか無理はなさせ。みんな笑っていたのに、こんなことって。ザンブレク公国軍。でもなぜあの国が。父上を探さないと。なのに、なぜ。レニック！なら僕が。ジョシュア様、大丈夫、必ず助けます。お願いします。ジョシュア様をよく守った。最高の働きだ、ウェイド。この恩は決して忘れん。ありがたきお言葉。ここにも火が。こっちだ、早く裏口へ。オミア・ラステラン・トゥ・イサゲリス、ロザリスに届けばよいが。最高とドミナントを逃がしてはならん。早く。この先の北門に馬を止めてあります。父上はジョシアを連れて脱出を。そんな、兄さんも一緒に行こう。兄さんは僕のナイトだ、そうでしょ。だからさ、
俺はお前を守るためにここで奴らを止める。生き残った者は北門に集う手はずです。お早く。俺は使命に従う。お前も使命に従え。うん、分かった。父上を守るんだ。任せたぞ、ジョシュア。一気に片付ける。容易に。クライブ様を魔法。ライブ様、ご無事ですか？大丈夫。それより父上とジョシュアが心配だ。先を急ごう。
せる。これなら怪我大丈夫だ。竜騎士を送り込んでくるとはザンブレクの奴らめ、戦を始めたいのか。いや、それにしては兵が少ない。ここを落とす気はないな。目的は何だ。もういいだろう、父上と合流する。クライブ様、お待ちを。出立前に配ったロザリアの飾り帯です。奴らが最初から紛れ込んでいたとしたら、まだ兵の中に。父上とジョシュアが危ない。急ぎましょう、馬を。耳鳴り。殿下、ご無事でしたか。ご苦労。ロザリスに戻り隊を編成する。お前たちは道中ジョシアの護衛を頼む。ジョシア、乗れ。ん、うん、ああ父上。残念ながら殿下、それは叶いません。俺、裏切ったか。下がれ、無礼者。逃げよ、ジョシア、逃げよ。殿下、
フェニックスが。どうして。将軍、ジョシュア様が。ジョシュア、やめろ。正気を失ってる。くそ、何かあったんだ。ジョシュア。クライブ様、お下がりください。クライブ。すまない、アンブロシア。将軍、アンブロシアを早く。ジョシュア、苦しいのか。こんな時に。俺はあいつのナイトだ。ジョシュアを守らなきゃ。どうすれば。クライブ。誰だ？お前は誰だ？
やめろ、やめろ。それは弟なんだ、やめてくれ。兄さん、ジョジョ、やめろ、やめてくれ。俺はあいつを守らなくちゃいけないんだ。頼む、お願いだ、やめてくれ。こいつはひどいありさまだ。フェニックスは死んじまうし、まったく困ったもんだぜ。それでどうされます、アナベラ様。どうするですって。ジョシュアを失った今、道などない。信仰芸家のお作りになる新たな世界に全てを託すだけです。そうですか。アナベラ様、こちらに。瓦礫の下で火から逃れたようです。連れて行きますか。必要ありません、殺しなさい。いえ、それはフェニックスの祝福を受けている雑卒にはなるでしょう。芸家の露払いくらいには役立つかもしれません。任せましたよ。連れて行け。おい、起きろ。これからこき使ってやる。ジョシュア。気がついたか。すまない、どうなってる。さあな、タイタンとシバのせいでこの辺りはめちゃくちゃになっちまった。
それで？予想通り鉄王国が引き始めた。出発するぞ。まだ続ける気か。召喚獣芝のドミナントを撃たずに戻ればどうせ俺たちは殺される。ならこのまま奴らの引き際を狙う方にかけるのが筋だろう。死にたいなら別だが。こんなところで俺は死ねない。決まりだな。それじゃさっさと行こうぜ。長いは無用だ。しかし、